ハローワールドアイシャです強化学習の探検第2回目の今日は教師あり学習との類似点と相違点を紹介していきたいなと思います教師あり学習教師なし学習教科学習といえば機械学習の三大分類でよく出てくるやつですよね であんま知られてないんですけど教師あり学習と教科学習習ととってて結構似てるところあります意外と知られてない類似点を紹介しつつ相違点を紹介することによって教科学習ってこんなもんだよって理解してもらったりあとあるある混乱ポイントも今日ちょっとね紹介できればと思っておりますこれで教科学習のふわっと大枠をつかんでいただければいいなと思っておりますというわけで早速本編教師あり学習との類似点から見ていきましょうはいじゃあまずは教師あり学習との類似点を紹介していきたいと思いますまずは書いてみます はい、書きました教師あり学習の特に分類問題、例えば画像を見て犬が写ってるのか猫が写ってるのか飛行機が写ってるのかってるみたいなね、そういう分類問題であれば、データに対してラベルを推論することがやりたいことです。で、目的は何、目標は何っていうと、正解率を高めることでしたよね。で、これに対して教科学習もめちゃめちゃ似てて、教科学習でやることは、状態に応じて行動を選択するんです。何のためっていうと、目的に応じてそれをやるんですよね。 強化学習ではその目的を収益っていう数値にしてその数字を高めることをやるんでした。というわけで教科学習はデータに対してラビルを推論して正解率っていう数字を高める。強化学習の場合は状態に応じて行動を選択して収益って呼ばれる数字を高めるというわけで大きな枠組みとしては共通点があるってことがわかると思います。はい、というわけでね教科学習と教科学習って全然別物で何の関係もありませんって勘違いがたまにあるんですけど。 まあこんだけ構造が似てますんで、教師あり学習の技法が教科学習に応用されたり、逆に教師あり学習のために教科学習が応用されたりと結構交流がある分野だったりします。では、類似点はここら辺にしておいて、相違点、2つ重大なものをちょっとね、紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ相違点やっていきます。まず1つ目は、ででん、状態、行動の後に次の状態が来ることです。 前回やったそば打ちロボットくんの例で説明ししてみましょう実際にロボットくんがそば打ちをしてるときってこういうことが起こるはずです。はい、書けましたちょっと説明すると、まあ、まずそば粉がありますとで。そば粉に対して入れる量の水決めて、まあ、入れましょう。すると生地の赤ちゃんみたいなもんができますよね。 そしたら、なんか練り方とか練る力の強さとか回数とかを決めてこう練ってあげますと生地になります。で、この後伸ばしてやって、切ってやって、茹でてそばになるって、こんな風に工程が続いていくと思います。強化学習風に言うと、まずそば粉の状態がありますで。これに対して入れる水の量を決めて入れるっていう、そういう行動をすると、まあ、生地の赤ちゃんになります。で、さらに練り方を決めて練るっていう行動をすると、次の生地があるって状態になります。 で、この部部分分がが状態で、で、ここのの行動となります。次の状態っていうのはそば粉の状態に水を入れると生地の状態になってこの生地の状態を練ると練られた生地の状態になると状態状態状態が続いていくってことが起こります。でここからがですね教師あり学習にないことが起こるんですけど水入れるじゃないですか。するとですねこの水入れた量によって次の状態の生地の状態が変わります。 この時に入れた水の量が、練られた後の生地の水の量にも影響するし、伸ばした後の生地の水分量にも影響するし、切った後の生地の水分量にも影響します。というわけで、この行動が後ろの状態全部にめちゃめちゃ影響を与えるっていうことが起こります。さらにですね、まあ、水分量の話をすると、そもそもそば粉に入ってる水分量って、その日の気温や湿度によって変わるわけですよ。 ということは、同じ量の水を入れても、生地の水分量は違うし、この後の生地の水分量も全部全部ずっと違うということになります。というわけで、この状態同士、一連の状態たちは、めちゃめちゃ相関を持つってことがわかります。これがね、教師あり学習とめちゃめちゃ違うんですよ。教師あり学習だったらさ、まあ、画像が10枚ぐらいボーンってあって、1枚目はこのラベル、2枚目はこのラベルって推論していくわけです。 教科学習はね、この行動によって次の状態が変わるってことが起こりますが、教制力学習は別に推論結果によって次の画像変わったりしませんよね。しかも画像同士の間にも別に相関なくて、まあ、まあたくさん画像があるだけというわけで、教制力学習の時は全部独立して考えることができたんですが、教科学習の場合は行動が影響を与える、え状態に相関があるということで、まあ、全然違う問題になっているわけです。 時系列分析でもね、あの状態というかデータに相関が入っているっていうのはよくあることなんですけど、まあ、それに似た問題もあるし、それよりまた別の新たな工夫があったりします。今言ったことを書きます。では、2番目の相違点見てみましょう。ででん、収益が分かるまで時間差があるってことです。これもそば打ちロボットくんの強化学習を例に説明してみましょう。 はい書きました今度は上と違って蕎麦になるまで書きましたそば粉があって水を入れたら生地のもになって練ったら生地になって伸ばしで切って茹でていろいろやってそばというふうになりますでこのそば打ちロボットくんが最大化する収益は蕎麦の美味しさです美味しさ度っていう数値を高めるためにこの行動をいい感じにしましょうっていうのがそば打ちロボットの強化学習なわけですけどこの収益がわかるのは究極的にはこの瞬間ですよね 打ち終わってそばが完成するまで、そばの美味しさ度っていうのはわかりません。はい。ということはですよ。ここで水を入れるっていう行動をして、生地になったとて、この水が入れた量が良かったのかっていうのは、このタイミングではわかんないんですよ。今言ったこと書きますね。はい、書けました。このタイミングでは水の量の良し悪しわかりません。 でしかもですね、美味しいかどうかっていうのは、この後の工程全部の影響も受けるわけですよね。はい、最初に入れた水の量が良かったのかどうかは、このタイミングにならないと分からないし、この影響を受けると、めちゃ難しいわけです。でね、ここまで話すと、わっ、教学習って難しそう、いや、ちょっと私、やっぱ無理かな、やめようかなって思う人がちょこちょこって出たりするんですけど、えっと、それはね、誤解なんですよ、ちょっと話させてください。 こういう問題が起こるのは、強化学習が難しいからじゃないんですよ。そもそもそば打ちが難しいんですよ。そばを打とうと思ってで、この生地に入れる水の量を完全にマスターするって、多分そば打ちの修行の中で最も大変なところの一つじゃないかと思います。そば打ちをやろうとしてるから、強化学習もその煽りを受けちゃって、こういう難しい問題に立ち向かわなければならなくなってるっていうのが正しい理解かなと思います。 というより、むしろ、そばを打つみたいな、めちゃめちゃ難しい問題に対してだって、工学的にそれなりの解を出せるし、さらにそれがめちゃめちゃ成功を収めてるっていうのが、教科学習のすごいところだし、魅力ポイントだと思います。では、最後に、この2番まで紹介した後、教科学習のよくある混乱ポイントを一つ紹介して終わりにしようかなと思います。 かけました最初に書いた教師あり学習のデータラベル正解率と教科学習の状態行動収益っていうのをやりました。でですね、教師あり学習の場合ってどこを学習するかっていうと、データを与えられたときにどのラベルかなーっていうのを学習して、で、こいつで評価するっていう、そういう仕組みでしたよね。なんで学習するのは主にこの部分なんです。なんですけども、教科学習だったらね、本当にいろんなところを学習するんですよ。例えば はい、書きました。Q ラーニングっていう有名な強化学習の手法があるんですけども Q ラーニングが学習するのは行動をした時に収益どんぐらいですかっていうこの行動から収益の予測をしますでみんなが知りたいなと思ってるだろうアルファー語アルファー語の場合はこの教師や学習に対応する状態から行動の部分ももちろん学習するんですけど状態から収益を直接学習するっていうこの部分もやるんですよね もちろん手法や問題によってはこれ以外のものを学習する時もあるんですけど、まあ、ともかく教科学習はねいろんなとこからいろんなところの矢印を学習するんですよ。というわけで教学習だったらここだけだったのにそのノリで勉強してるとあれ今どこやってんだっけ全然違うじゃんみたいな感じで混乱します。なんで どこの学習をしているのかっていうのは常に意識しながら皆さん勉強していただければいいんじゃないかなと思います。私の動画シリーズではどこやってるよっていうのはちゃんと喋るんで皆さんも意識しながら聞いてもらえればと思います。まあ、今言ったこと一言でまとめるとはい、書けました。教科学習は本当にいろんな部分を学習しますんで混乱しないように気をつけてください。はい、というわけで今日の動画はここまでです。いつものように面白ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あと こんな感じでね、強化学習のシリーズ出していきますんで、よければ通知もオンにして、私の新着動画の通知を受け取ってください。また、質問、コメント、感想などあれば、コメント欄にどしどし、あと私ツイッターもやってますんで、そっちにリプライでいろいろ飛ばしてもらっても嬉しいなと思います。というわけで、今日の動画はここまでです。ありがとうございました。じゃあね。はい、サムネ、こんな感じです。というわけで、 教科学習始まりましたね。まあこの時点で結構新たな知見投げ込めたんじゃないかと思っております。まあ知らなかった、なるほど確かになどあればぜひコメントいただけたら嬉しいです。次回もお楽しみに。じゃあ、バイバイ。